能ある方は詰め隠すというが、所詮無才覚不器用なつまらぬ男、我こそは毛利高元。76戦64勝無敗、信長秀吉、何するものぞ。東へ西へ有名とどろく、我こそは秋川元春。東に家康あれば西に高垣あり、毛利家一は切れ者とは私のことか。我こそは小早川高垣。嵐を起こす五匹の竜、毛利十八将筆頭格、我こそは獅子の高家。誰が呼んだか計り神、200余度の戦を戦い抜く、今じゃ中国10カ国の覇者、我こそは毛利元就。我ら悪広島武将隊、皆様、本日は秋広島武将隊、ここ広島城二の丸にて初出陣ということでご参加いただき誠にありがとうございます。ご覧あれ、皆の者の日頃の行いのおかげで晴天じゃ。まずは改めてここで我が毛利家を紹介しておこう。まずは我が兄上高元じゃ。吉田郡山城城主毛利家長男高元じゃ。皆の衆よろしく頼む。いやニヒルでクールな二枚目じゃ。背が高うての声がええのが特徴じゃ。我が兄上毛利高元をよろしく頼む。さあ続いて我が姉上五竜姫じゃ。毛利家一の甘え上手五竜姫です。よろしくお願いいたします。いや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 、
そちらの姫も美人じゃ、そちらの姫も美人じゃ。がしかし、我が姉上ながらなかなかええ顔。そちらの姫も美人じゃ。大丈夫じゃ、分かっておるぞ。そうじゃ、かわええ顔しとるじゃろう。みな我が姉上、合流姫よろしく頼む。さあ続いて、我が弟高影じゃ。毛利家の三男にして三原城城主小早川忠高影でござる。早速噛んでしまった。やってしもうたの。以後お見押し入れ。はい、やってしもうたの。お見押し入れお気をよろしくお願いします。一応皆のも拍手をしてやってくれ。いや、何やら現代のそのツイッターとやらかではもうすでにイケメンだ、美形すぎるだと言われておったそうじゃの。ちょびっとだけジェラシーじゃ。我が弟小早川隆景をよろしく頼む。さあ続いて、我が義理の兄上五竜姫の旦那高家殿じゃ。秋田方高田地にある五竜城の城主獅子の高家じゃ。皆の者よろしく頼む。いや、高家殿はわしらよりはずいぶん年が上じゃかの。どうやら聞くところによると姫にはずいぶんと尻に惹かれてるらしいの。もうちょっと頑張らなきゃけんの。我が義理の兄上獅子の高家殿よろしく頼む。さあそして我が父上元成公じゃ。戦国の計り神毛利元成じゃ。よろしく頼む。我が父上、ずいぶん若く見えるがの、実は御年56歳じゃ。56歳じゃ。そうじゃ、若いじゃろうが。影の黒幕、なかなかの策略家じゃ。我が父上毛利元就公をよろしゅう頼む。さあさあ、そしてそしてじゃ、わしが毛利家次男の毛利家一の暴れん坊吉川元春さん、よろしく頼む。元春様コールがないじゃないか。声が小さい。元春様、こうじゃ、元春様と言うんで、わかったか。これから頼むぞ。さあそれではこれから歌の披露に参る。その前に今日のこの日を祝って皆で広島の繁栄を記念して勝ち時をあげようぞ。まずは練習じゃ。わしが広島というでの、皆で百万一心と言うてくれ。わかるか。百万一心じゃ。百万一心という意味は皆で心を合わせれば何事も成し得るという意味じゃ。意味じゃろう。皆で一緒に大きな声で頼むぞ。まずは練習じゃ。行くぞ。広島百万一心。声が小さいの。じゃあ皆の者、マイクは伏せて皆の声を聞いてみようと。行くぞ。あまり練習すると皆も疲れるでの。一発で行くぞ。行くぞ。広島百万一心。兄上どうじゃ。よかろう。よろしい。それでは本番といきたいと思う。今からが本番じゃぞ。気を抜けないぞ。それでは父上お願いいたします。よし、百万都市広島、皆で心を一にして力を合わせ一緒に盛り上げていこうぞ。行くぞ。広島百万一心。今のもの盛り上がる準備ができているか。大きな手拍子を頼むぞ。風の声、肌に馴染む土の香り、震えるワンシャフル、涙などに投げられた熱く燃ゆる想い胸に照らす
熱空輝き伝うその日まで。